最初に、植え付けをするコンテナに底の部分に包装シートを敷きます。はい、こんな感じですね。横面は麻袋で覆いますので、底面だけで大丈夫です。コーヒー屋さんからいただいた、コーヒーの入っていた麻袋ですね、こちらを、切り開いて1枚の、麻布にしていきます。はい、あらかじめ開いていた面と合わせて、1枚の横長の布になりました。これを先ほどのコンテナの、側面ですね、沿ってかぶせていきます。このようにしますと、このようにですね、コンテナが麻袋で全面覆われたような形になりますし、後ろは、コンテナなので、擦れたりしてもですね、麻袋が穴開いて、土が漏れるということもないというような状態になります。土ですが、鹿沼土を2に対してピートモスが3ということで、この今回使うコンテナの容量がおおむね50リットルなんですが、まあ、大体40リットルほど土を入れると考えますと、鹿沼土が16リットル、ピートモスが24リットルという形になりますので、それぞれを測って入れていきたいと思います。これは鹿沼土ですね。これもすでに1袋が16リットルのものになってますので、こちらは1袋すべて入れていきます。そして次にピートモスですね。はい、こちらは24リットルになりますが、おおむねこれが5リットルですね。まず1回目です。3倍目です。最後の5杯目を入れます。材料がおおむね混ざりました。ここで、1000倍に薄めた活性器をたっぷり、また土に混ぜていきたいと思います。
多め10リットル程度ですね、水を入れまして、だいたいいいぐらいの水分量かと思います。今回は品種は、ラビットアイ系の品種とサザンハイブッシュ系の品種の2種類を用意しました。ラビットアイ系は、非常に暑さに強いですけれども、粒がちょっと小ぶりで、酸味が強いので、まあ、加工向けの品種だそうです。サザンハイブッシュは、寒さと暑さに強くて、また、大ぶりの実がなって生食用のに向いた品種ということで、この2つの種類を用意しました。それぞれの系統に複数種、品種を混ぜた方が実がなりやすいということなので、ラビットアイでも、2種類の品種、サザンハイブッシュでも2種類の品種を用意しています。それでは、この先ほどのコンテナにですね、先ほど作った土を入れていきます。おおむね、コンテナいっぱいですねの土になりました。はい、ここで、中央に、苗を植えていきたいと思います。中央に、くぼみを作りまして、苗を植えていきます。そして側面の土を乗せていきまして、若干土をですね、固めまして、完成という感じですね。このようにですね、植え付けをしまして、たっぷり、EM 活性器を1000倍に薄めたですね、水で、水やりをして、あとは、まあ、元気に育ってもらうのを待つと。で、活着して、勢いがまた出てきましたら、ぼかしとですね、肥料をあげるという形なのかと思いますけれども、とりあえず今は植え付け終了という形になりました。思いのほか可愛い、鉢植えになったんじゃないかなと思います。